こんにちは、やってまいりました。本日は磯場でございますよ。貸し切り状態なんで結構声もね張って喋れちゃう。今日はですね、磯場でエギング調光のをねやっていきたいと思います。2月の、中旬となりますけど、どうなのかと、磯場のアオリイカちゃんということで、本日やってまいりました。私デュエルサポーター5年目ということで、デュエル用釣りの営業を使ったサポーティングをやっていきたいと思います。海の状況とかね、潮の具合とかはちょっとやりながらお話ししていきたいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。それではやっていきましょう。人いたやん、めっちゃ恥ずかしいやん。一人いましたね、次は。恥ずかしい。こんなね感じの磯場でございます。はい、こっちがねワンドになってる。どっから投げるんだいということで、僕はですねまずワンド、はい、ワンドから攻めちゃいますと。概要ねキャストしたくはなるんですけど、まずワンドに入ってきてないか確認をしたいということで、はい、アピール系のエギ、ダークマスターの3号ケイオレンジダークグリーンというエギですね。奥まったところっていうよりは若干水深がある湾の入り口みたいなところかな、はい、そこをね引いていきたいと思います。風に流されて上潮が左に流れてるんで、そこを考慮しながらちょっとやっていかないとな。次はマッシブル、はいはいはい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。キャスト位置をね変更していきましょう。ね今ね潮の、状況、タイドグラフドン、こういう感じ。干潮からの上げというマグマが重なるときを狙ってきております。潮が低いときしかここ入れないんで、ちょうどいいかなと思って今日はここをチョイスしてみましたよ。言うほど流れてないな。流れるときめちゃめちゃ流れるんで、ここ日が沈みかけたときあと1時間ぐらいじゃないかな。日が沈むのが6時ぐらいなんで、そのぐらいから動き出すんじゃないかっていう予想はしております。今はねのぺってしてる、うん、動いてないことはないですよ。ここがメインになりそう。今日もう一個ね、こっち行きたいんやけどね、僕クラスになったのも危ない。潮がねちょっとね右の方にこう流れていってる感じですね。なんでこっちに投げてもこうちょっと戻ってくる感じ、うん、多分右でこっちに投げてみようか。多分右に流れると思う、これ。うん、右流れとるね。ちょっと待って、これ流れ逆になるまで厳しいわ。逆投げるわ。はい、潮の流れがねこうあっちからこう右の方にねスーって流れてるんで、はい、右の方に流したいなということで右磯にやってきましたよと。使うエギは L 級だよと。はい、カラーはね墨状ブルー、濁りがそんなないんで、ベイトがねちっちゃいっぽいんで、LQ の 2.55 ベイトのサイズに合わせて投げております。このね下りがねこう結構点在してるんですよね。トン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 、沖の方にもあったりする。これね沖テトラとのこう水道になってるところ、潮がねここだけこうシューっていくよね。当然ね変化があるところがやっぱりいいからね、何もないよりはもう目で分かる変化があるところは分かりやすいんでね、狙った方がいいっすよ。墨跡とかなくても、そこで実績がなかったとしても2、3頭やるだけでもいいし、おすすめです。やってるかみんなね、初心者さんも見てらっしゃるからさ、自分がね釣りこう始めた時にさ、どういうところ打てばいいのみたいなさあるじゃん。戻ってきちゃった。回遊する時間帯じゃないんで、もうちょっとかな、あと30分から1時間営業変えようか。
混ぜます。今からかなとは思うけどね。ここのラインを今日は狙おうかな。はいはいはい、ベイトがちょっと動き出したかな。さあ夕まずめ本番ですよ。変わったね、潮がね、見るからに。よっしゃ、あいいね、潮変わりましたね。動き出しましたよ、やっぱりすっごい重い塩。ありましたね、落ちパク、落ちパクです。入ってきた、入ってきた、あ、抜けた。あかんかな。よし、さあ入ってきましたね。ナイスナイス、地合いなんで、ハイドハイドのアプで入って、入って、サイズはちっちゃいけどね。ある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 。行こう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 。いや、一回抜けたんやけどね。多分ね、張りがかりしてなかったよね。ドラグ緩くて。続かんかな。わー。はい、皆さんやってまいりました。サポッティングね、二日目ということで。今日はね、ナイトエギングの方からスタートしていきたいと思います。はい、潮すべエギ。ダートマスターの 3.5 号濁り塩マスターです。はい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 、1投目です。よいしょ。前回の動画ね、ユーマ詰め取れたんだけど単発だったし、サイズも出なかったし、日は空いちゃったんですけど、同じポイント干潮の上げ始めを狙って入ってきております。今ちょうど土管ぐらいですね。はい、今からこう揚げの潮が動き出す感じかな、イメージ的に。で、若潮から中潮に変わる潮ですね。今日はね、潮はそんな行ってないですね。暑いから脱いじゃった。ワークマンが優秀すぎてさ、すごいあったかいっすよね、ワークマン。潮がそろそろ動き出すんじゃないかと思います。若潮後の中潮どうなのか。ダートマスターの3号モンスターマスターに変えました。はい、今風が出てきたんで惑わされないようにしないと。動き出したかも、チミット。いいイカでしたね。おー、イカやったね。3号に変えた途端ギャフを用意します。
しようね。あ、ライト消えた。ちょっと待って、ライト消えた。ライト消えたよ。行ってきてみていい？行ってきてみる。ちょっと待ってね、ライト取ってきて今。そんなサイズなかったやん。なかったけど、まあ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 、ありがたいよ。ありがとう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 、イカちゃんでした。いやー、ありがたき美しいモンスターマスター3号先輩がやっていただきました。この方今宵も絶好調でございます。ありがたきなのよマジで。ジェロね、一応、はい、490サイズの割には重量がある。食べてるんだろうね、ご飯をたくさん。はい、お疲れ様でした。いやー、渋かった。不甲斐ないね。いや、内容がねちょっとね、まあ精進します。うん、今回の調校で課題が明確になりました。ラインメンディング、これめちゃめちゃ大事ですね。自分ではやってたつもりなんだけど、実際やれてなかったんだと思います。狭い知識の中で、感覚の中でラインメンディングをやってたような気がするんですよね。もっと重要視して、そこを今年の春はしっかりでかいか狙っていきたいと思いますんで、皆さんぜひ応援の意味を込めて、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントなんかもいただけるとね、励みになりますんで、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。